今週のセレチューブはファン感謝デーで行われたセレッソ大阪と吉本新喜劇のコラボレーション企画をお届け。なんとセレッソの選手たちが吉本新喜劇に登場。爆笑のステージ、そしてその舞台裏を覗き見します。ここで最新の試合情報をお届け。9月1日は明治安田生命 J1 リーグ、ヤンマースタジアム長居で川崎フロンターレと対戦します。さらに8月31日は J3 セレッソ大阪アンダー23の若さあふれるプレーをお見逃しなく。ぜひスタジアムにお越しください。はい、自己紹介して。はい、先日駅前交番から配属になりました、はい、セコアイブです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、あんなとこで自転車の2人乗りが。待てー、あ、ほんと来たな。あ、あ、あ、そこさん前に向かってあげて。あ、すいません。京子ちゃんや、これね、京子ちゃん。しかも社長令嬢なんです。ちょっと待って、逆ダメやな、これ。もそういうの言ってくれよ。起きに行く喋り。いいよいいよ。新しく雇ったカコちゃんです。カコちゃん、どうも、カコです。無理して邪魔すんで。あ、邪魔すんで帰って。はいよ。なんでやねん、これ。なんで帰るなあかんねや。帰ったで。え、おい、ほら、おい、戻れ、こっちや。すいません、すいません。お用があるから来てんねやないかい。さあ、新喜劇のリハーサルが終えられたばかりの選手の皆さんですけれども、皆さん、みんな、はい、こんにちは。どうでしたか、この初めてのこの新喜劇のリハーサルやってみて。まあ上出来だね、リハーサルにしては、うん、まあ今こうやって余裕かましますけどね。あの、やっぱあの本当に出演者の、あの選手が、あのプロの形来たらみんな顔かぶる。ね、あと1時間後本番ですけど、ちょっと皆さんでこう、ここちょっともうちょっとこうした方がいいんじゃないかなとか、ここ不安やなってとかあります。カンコもうちょいさ、あれだよ、女っぽく、そう、女っぽくしてほしい。もうちょい女の子っぽくして。いや、今格好はこれだから、あ、まあ大丈夫です。あ、本番上手で、声、声練習した方がいいね、声。どうも、カンコです。びっくりしてな。あ、いや、でも皆さんこう気合が伝わりましたよ。こう本気でリハーサルされてたんでね。やるからにはね、ね、本気でやります。じゃあちょっと生粋の大阪人の柿谷選手、ちょっと、あ、それね、あと1時間後ですから意気込みお願いします。俺とキヨは極端に出番少ないですけど俺はそこで爪痕残せるように。うえー、お、いいね、気合入ってる。顔向けやりたいと思ってます。すごいです。言うたやん、何もせんと。はい、何もせんほうがいいなって言って、邪魔せんとこうって、邪魔せんとこうって。めちゃめちゃ強いじゃないですか。なんで
ミニバスですよ。今からラーメン食べましょう。あー、ちょっと待ってください。あの、新人と待ち合わせしてるんですよ。あ、新人さん。はい。あ、あんた来てから一緒にいますか。あ、言うてたら来ましたわ。おい、こっちやぞー。緊張してる。緊張してる。めっちゃ緊張してる。すごいな、先輩を先輩の思ってなかったな今。明らかに腰巻きの大丈夫ですかこの巻き。あ、そうなんですよ、ほらちょっと自己紹介して。はい、ちょっとお願いします。はい、先日駅前交番から配属になりました先輩と申します。よろしくお願いします。あ、どうぞ。それより瀬古くん、ちょっと遅いやないか。あ、そうやね。すいません、今日ヤンマースタジアム長いで、セレッソさ、ファンカーやったんで。いや、落ち着こう、落ち着こう。見てたんですよ。で、今回25周年ということで、はい、めちゃくちゃ盛り上がってました。おめでとうございます。皆さん、いつもありがとうございます。誰に挨拶してるんだろう。あ、すいません。ありがとうございます。いやいやいや。うわ、ちょっと休憩時間終わりやないか。いこの短いので食べに来たんかい。ギリギリだったんですよ。いやまた、はい、そう、すいません、お待ちしてもらって、また食べに来てください。 ありがとうございます、はい、今度行こうか。はい、行きます。あ、あんなとこで自転車の二人乗りか。あ、待てー。あ、来たな、おい。撃ったな、おい。な、おチームは悪いぞ。まだバラバラになっただけ。こんにちは、内村さん。お、いつも遅れよね、こいつら。そうなんだ。そうやね、おー、よくた。いや、こんにちは。こんなサッカー部の後輩やね。あー、そうなんだ。はい、ちょっと自己紹介を。はい、水沼孝太です。はい、水沼君。はい、はい、原田修介です。はい。おー、元気あるね。ねえ、さっきおとなしたの。今日ですね、千葉さん、独身でしたよね。そうそうそうです。だと思ったんで、ね、女の子紹介しに来ました。え、女の子。いや、もうええって、そういうのはもう仕事でない、ええから楽しいから。いや、まあまあそんなこと言わずに、うん、とりあえず、うん、お前か写真持ってきて、気に入った子がおったら紹介しますか。いや、聞かれた。僕のやつそれ。僕のやつ。ユダはもう油断しとったから。紹介します。紹介します。え、写真もはい、してくれてんの。まあ、しゃーない、ここまでやってくれたら可愛い子。おはよう。ほんならちょっと見かけてみるわ。どんな子。まずはこの子です。可愛い。この子はいい子ですよ。もういい子。名前はまゆみちゃんっていう。まゆみちゃん、可愛い名前や。まゆみちゃん、すごく性格も良くて。性格いい、最高や。性格可愛いんですよ。もう可愛いに越したことはないわ。これまゆみちゃん。可愛いけど、お母ちゃんほぼ介護やんか。だ、あ、ダメか。結婚やなくて会話も会えんと。具体的にダメか。若いのがいいから。若い子ですね。分かるやろ、そんなもう結婚とか言うてから若いちゃんと用意してます。まあ、そういうの言ってんやろ。そういうの大事よ。その子は名前、うん、あやちゃんっていう。あやちゃん、あやちゃん、若くて、これまた可愛いんですよ。可愛い、可愛い、可愛い、若くて可愛いでしょ。可愛いけど、若い、若い、ものすごい養育費とかかかるで、これ。ダメだって。もうダメ。何してんねん、もう。だいたいな、20代とかいけないの。はい、そういうの。僕が紹介しますわ。あ、大変になるわ。これな、これいいよ。いてるか、ちゃんと20代の、かわいい。いてます、いてます。おー、それやったらいいねんけど。京子ちゃんよ、これ。京子ちゃん。おー、和風な感じや。社長令嬢なんです。あら。やったまいやつやな。俺はもう楽しみやな。これ、京子ちゃん。いや、犬。どんどんクオリティ下がっとる、これ。お手もおかわりもしますよ。いや、じゃあできたとしても。あ、そうですか。犬で20代ともう100超えてるよ。わかりました。気持ちだけ受け取っとくわ。なあ、また別の子探してきます。ほんま、え、ごんねやろな。います、います。頼むよ。まあ、行こうか。あなた、でも別の子探すってどこで探すの。そうやな、こうなったらめちゃめちゃ便秘なおっさん探そうか。おっさんあかんぞ、おい。おっさんあかん。性別は女の人にしてくれ、どうでもいいけど。まだあのおっさんというところだな。思ったより遅くなっちゃった。あ、こんにちは。こんにちは。こちらのあの可愛い感じのあのメイクでごまかせる子。はっきり言うやろお前。失礼。可愛いだけでいいねん。アルバイトの安尾です。あ、そうですか、よろしくお願いします。ね、
はい、あれ今日は買い物行ってたんですよ。そうなんです、新しく雇ったアルバイトの子と一緒に。あら、アルバイトやすか。そうなんですよ、忙しいからな。そうなんです、せっかくやから紹介しといてもいいですか。一応顔見知りだったとか言うね。こっちよ。めちゃくちゃ可愛いですよ。はい、来たよ。来たよ、来たよ。でかでかいっていうか、何や。こんにちは、カーコちゃんです。カーコちゃん。カーコちゃん、カーコです。でかいな、お前ね。イエローかよ、おい。明らかにレッドやろ。レッドすごいやん。失礼なこと言わないでくださいよ、もう。いや、ちゃんとできるのね。そうですよ。じゃあ、カートちゃん、お仕事戻りましょうか。はい、戻りましょう。いかいか、こっちよ、こっちよ。行ける場所が分かってないの。どこ行った。どこや。探せよ。どうすんだよ。あ、邪魔すねとか言って。はいよーってなんでやるの。迷うがってきてんだよな。帰ったよ。おい、帰ったよ。おい、来い来い来い。しょうもない言うな、ね、一番花ないやん。こいつは本当にスタースター言うたんじゃけど。なんやこれ。なんやとか言うな。それ言われたら言い返されへんやんか。どうでもええねん、そんなこと言いに来たんちゃうねん。ちょっと聞きたいことがあって。あ、三丁目行きたいんだけど、どっち行ってええねん。あ、三丁目向こうですか。あ、そうか、はい、おありがとうな。ほら行こうか。おい、ちゃんと取り立てするで。え、取り立て。おう、何の取り立てですか。おう、ちょっとな、三丁目の方に金借りたけど返せへんやつがおんねん。まあそうやからな、そいつから取り立てに行くねや。借金。おう、ほら行くぞ。はい、よし、ほら行け。こっちこの裏。おっと。あぶな、もうちょっとこけるとこやったわ。え、こけてましたよ。こけてましたよ。今週もセレチューブおすすめグッズをご紹介します。暑い夏は涼しいお部屋でショッピング。今回はオンライン限定商品の特集です。25周年記念グッズをはじめ、お気に入り選手のグッズや大人気のリミテッドユニフォームデザインのものまで、注目のアイテムが勢ぞろい。ぜひポチッとしてくださいね。続いてファン感謝デーで行われたセレッソ大阪が誇るレジェンド OB たちのトークショーをお届けします。石谷昴生さん、柳本博介さん、ユンジョンファンさんに来ていただきました。まずは涙の25年を振り返るべく、長居の悲劇について伺っていきたいと。まあ、僕両方の試合とも点取らせてもらったんですけど、ですね、僕が点取るからあかんみたいなところはちょっとあるのかなみたいな。だから優勝できなかったのかな。でも2005年に、ね、関心言ってもそうですけど、秋さんだけが点を取ったっていうのもありますから、なかったらゼロ得点だったかもしれないじゃないですか。森島社長が点取ってくれなかったんでね。でも引きがなかったですね。いやでも秋さんとしてはそうですけどね、もうメンバーにも聞きますが、当時を思い出すときにそういうのは今もあったりはしますか。ないですね。あ、そうですか。あんまりもう、まあ、今はね、もう本当にセレッソを一ファンとして応援してますし、まあユンジョンファン元監督の下ね、タイトルも取れるチームになったんで、うん、これからはね、もう本当リーグ戦でも取ってもらえるように応援してます。悲しい思い出といえば、はい、2005年の、あと5分点を取らなければ優勝したという、はい、ゲームですね、やっぱりね。実際にプレーしたあのワンシーンをこうしとけばっていう思いが今もあるということですか。もうずっと脳裏に焼き付いてますよね。戦場でしたよね。サポーターの皆さんも秋さんの声とかも聞こえたと思いますけど、ちょうどセレッソの左サイドやられてて、で秋さんが左どうにかしろよって言ってて、もう戦場やなと、すごい空気でしたもんね。ただそのリベンジというか、セレッソの初タイトルをもたらしてくれたのがレジェンドユン・ジョンファンさんが監督になって。ありがとうございます。いやでもいろんなドラマがあってユンさん監督になりましたけども、セレッソの監督になった時にやっぱり
込み上げるものというか熱い思いというのはあったんですか？そうですね、 OB として目の前で優勝できなかったことと、あの J2 落ちて、まあ、そういう経験もあったし、天皇杯で、まあ、決勝まで行って優勝できなかったこともあったんで、まあ、そういうところがやっぱりセレッソに来てなんとかそれを、まあ、取ってみたいっていうか、まあ、セレッソの選手たちとなんかそういうすごく頑張れば取れるんじゃないかなと思ったんですけど、それが、まあ、2年ぐらいかかるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、1年目でそういう結果になったんですごく嬉しかったし、まあ、選手たちもすごく感謝の気持ちをすごいいただきました。リーグ優勝リーグね、全部タイトルを取ってもらえるように、陰ながら僕も応援してるんで、ぜひ優勝を目指して頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。ファン感謝デーはいよいよ次週クライマックス。果たしてセレッソ新喜劇の結末は？セレチューブは毎週火曜配信、チャンネル登録よろしくお願いします。ここからは最新の試合情報をお届け。9月1日は明治安田生命 J1 リーグ、ヤンマースタジアム長居で川崎フロンターレと対戦します。さらに8月31日は J3、 セレッソ大阪アンダー23の若さあふれるプレーをお見逃しなく。ぜひスタジアムにお越しください。